シンボリ・クリス・エスは、アメリカで生まれ、日本で調教を受けた、日本の競争馬、シュボバ。現役時代は、天皇賞、有馬記念をそれぞれ連覇するなど活躍し、2年連続で、JRA の年度代表馬に選出された。母、TK は、米の芝爺さんの勝ち馬。クリス・エスを受胎している状態でキーインランドの繁殖セールに売りに出されたところを、 シンボリ牧場代表の和田孝博によって約30万ドルで購入され、アメリカのケンタッキー州ミルリジファームに預けられていた。1999年1月21日、本場はミルリジファームで TK の二番子として生まれた。和田はサンデーサイレンスに代わる新たな守護場を見据えた形でこの馬を生産したと語っている。馬名はシンボリ牧場の冠名である。 シンボリと父はクリスエスから取られた。デビューから三歳児の有馬記念までは時々、シンボリ牧場が過去に所有していた、シンボリクリエンスと間違われることがあった。2001年10月13日に、東京競馬場の芝千6 0 0メートルの新馬戦でデビュー。単勝4番人気であったが勝利を飾る。明けて2002年、セントポーリア賞、ユリカモメ賞。 500万下条件戦と赤配が続くが、山吹賞で2勝目を挙げると、青葉賞では、竹豊を背に優勝。レース後、部は調教師の藤沢に、この馬秋になったら強くなりますよと語ったという。それを聞いた藤沢は、この馬でのダービー制覇を期待していたため、秋かよと、内心を持っていたそうである。前年から、外国産馬の出走が可能となった東京優秀にへ、 駒を進めた。竹豊が谷のギムレットを選んだため岡部幸雄が起乗し、最後の直線で先頭集団に取り付いたが、馬場の真ん中外目から追い込んできた谷のギムレットに刺されて日着に破れた。休養を挟んで迎えた秋競馬、初戦の神戸新聞杯では、佐月賞優勝がノーリーズンを寄せ付けずに優勝。その後、喫下賞へは向かわず、東京競馬場の改修工事のために、 中山競馬場での変則開催となった天皇賞に出走。単勝3番人気に支持され、成田トップロードやテーエムオーシャンなどの小馬たちを相手に優勝した。この勝利は、安城、岡部幸男の史上最年長の GI 勝利となり、結果的にこれが最後の GI 勝利となった。東京競馬場のコース回収のため、中山の2200メートルでの変則開催となった。 ジャパンカップでは、オリビエ・ペリエに乗り換わり、単勝一番人気に押された。レースでは、日本馬では、最先着だったが、単勝9番人気のファルブラブと、同11番人気のサラファンといった、人気薄の海外小馬勢に、花首の3着に敗れた。アリマ記念では、単勝人気は、無敗で、秋歌賞、エリザベス女王杯を制した3歳品馬の、 ファインモーションに次ぐ2番人気に甘んじたが、レースでは直線逃げ粘るタップダンスシチーを鋭い、差し足で強襲し、ゴール寸前でかわして勝利した。2002年の JRA 賞に選出される。当初は3歳限りで、引退、死5倍入りというプランもあったのだが、2003年も、現役続行。前年の疲労や距離適性を考え、天皇賞は回避し、前年の有馬記念からぶっつけで、 宝塚記念に出走した。安状に、ケントデザームを迎え、単勝一番人気に、支持されるが、レースでは、直線早めに戦闘に立つものびをかき、同期の喫下商場必死ミラクルの5着に敗れた。その後は秋に備えて、休養に入る。再び休み明け初戦で迎えた、天皇賞では、ペリ駅場で臨み、東京2000メートルでは不利だとされる大外枠ながら、 単勝一番人気に応えて、史上初の連覇を達成した。自走のジャパンカップでは、単勝1.9倍で一番人気に押された。レースは不良馬場の中、タップダンスシチーに逃げ切られ、二着ザッツザプレンティにも届かず、前年に引き続き一番人気で三着という結果に終わる。後日、ペリエは馬に、全く気合が入っていないこと、藤沢は、 天皇賞に勝ったことで陣馬共に浮かれてしまっていたことを敗因に挙げた。その後、引退レースの有馬記念に向けて調教が行われたが、藤沢としては珍しくいつもよりかなり強めの調教を行う。そして迎えた本番は単勝一番人気に支持された。レースは最初の900メートルが52.2秒。 100メートルからゴールまでの1波論ごとのタイムで12.9秒が最も遅いという息をつくところがないハイペースになるが、道中は馬群の中断でスタミナを温存し、最後の直線で芝叩く間に先頭に立つと、後続をぐんぐんと引き離し、2着のリンカーンに有馬記念史上最大の急馬審査をつけ、大優作が1991年にマークしたレコードを コンマ1秒破る回層で、スピードシンボリ、シンボリレドルフ、グラスワンダーに次ぐ史上4頭目の有馬記念連覇で、優秀の美を飾った。起乗したペリエは、レース後に、自分が今まで乗った中で、パントレセレブルに匹敵するくらいのベストホースだと思いますと本場を絶賛した。同日最終レースの終了後、中山競馬場にて、引退式が行われた。 2003年の JRA 賞では、年度代表馬と最優秀4歳以上母馬に選出。2年連続の年度代表馬は、継修者賞、優秀賞時代を含めると、シンボリ軍団の先輩である、シンボリルドルフ以来4頭目の栄誉であった。以下の内容は、netkeiba.com およびジャビスサーチに基づく。種め入りを見据え、2003年となった時点で、 ヤシロダイグループに権利の半分が譲渡された。翌2004年からタネボ場としてヤシロダイスタリオンステーションで共用され、初年度産区が2007年にデビューした。2005年に誕生した産区は見栄えの良い馬も多く、セレクトセールの初日にマストビーラブドの2005が同年の最高価格となる2億1000万円で落札され大きな話題を呼んだ。 2007年の種ボバデビュー後、3区がなかなか勝てなかったが、8月11日に銀座フローラルが3区の初勝利を挙げた。最終的には18頭の勝ち上がりで18勝という成績で2007年度のフレッシュリーディングサイヤーを獲得したが、配合された頻馬のレベルを考えると2勝馬が出なかった成績には疑問も投げかけられている。 しかし年が明けた2008年には2勝目、3勝目を、さらには、ダンツキッスイなど、重賞勝利を挙げる3区も出始め、同年のジャパンダートダービー、さらによく2009年のフェブラリーステークスを、サクセスブロックンが制したことで、G.I. サイヤーの仲間入りを遂げた。3区のストロングリターン、エピファネア、ルバンスレーブラは、タネボバとなっている。 2015年の種付けシーズン終了後にヤシロダイ、スタリオンステーションからブリーダーズスタリオンステーションへ移動した。2019年をもって種ボバを引退。種ボバ引退後は千葉県のシンボリ牧場で余生を送っていたが、2020年9月に低要炎を発症。治療を続けてきたが、同年12月8日、死亡した。ふとじは GI 競争。 15戦して一度も掲示板を外しておらず、ハイペースでの中長距離戦を得意とした。高速馬場で数々の実績を上げているが、重馬場では量績を残せていない。決闘内には、日本の馬にはあまり包含されていない、シュボが比較的多く、またノーザンダンサーミスター・プロスペクターの地が入っていないため、配合しやすいのが種馬場としての強みである。 サンデーサイレンスの地を持つ、肌馬との交配においても、ヘイルツー・リーズンの4が発生するもののそれほど濃い、インブリードではないため、比較的無理のない範囲で配合可能である。ペリーは駆堂々として、気高い馬だそうである。レース前に担当ではない者がシンボリクリスエスを連れて、行こうとしたところ噛みついたという。これは、連れて行こうとした者がどう馬を馬だということで、 見下した扱いをしたためだとペリエは言っている。その後担当者が連れて行こうとしたところ今度は素直になったという。ありがとうございます。